さあということで後半戦実況していきます。4回の表1点ビハインド、先頭堀坂、いい感じで打ったんですが、これがサードへのフライ、ワンアウト。さあ続く大輝、初球を強振するもこれがセカンドフライ、ツーアウト。クリーンナップあっという間にツーアウトになってしまいます。さあ3人では降りたくないところ、5番トモ、さあここ振っていく、このボールピッチャーが取ってアウトかなと思ったんですが、このトスがそれる、ラッキーな形で出塁します。続く勇気の打席、すかさず走ります。さあキャッチャーもここは一旦投げない。さあ1打席目にヒットを打っている勇気、この得点圏のランナーは返したい。さあ追い込まれながらここをレフト前に運ぶ、ライト側のカメラが壊れたのでここで映像がないんですが、レフト前へ痛烈なヒットでツーアウトからワンヒットで同点に追いつきます。こういう点の取り方はいいですね。高校野球やってる感じがしましたね。さあ続く高谷、強振するも初球を打ち上げてしまう、これをピッチャーが取ってスリーアウト。何気に勇気ランナーもミスしてますねさあですが同点に追いつきました。さあ4回の裏同点になったので、ここからは1点も与えたくない。さあ先頭ピッチャー大輝、ピッチャーゴロ、ワンアウトですが、続くバッター3ボールからフォアボールを与えてしまいます。こういうの大事ですね。さらに続くバッター、このふわっと浮いた打球がサード、ショート、レフトのちょうど真ん中あたりに落ちてヒットとなってしまいます。さあランナーワンアウトながら 1,2 塁のピンチ。さあ得点圏、バッターは3番です。さあこの緩い変化球高めでしたが、これをライトがキャッチします。さあちょっと危なかったですけどね。さあツーアウトランナー 1,2 塁になります。ここを踏ん張りたい、こういうところの失点が多いですからね。さあ初球、さあここはバッターにうまく運ばれます。ライトが取ってホームには送れない、1点加えられてしまいます。さらに続くバッター、このボテボテの当たり、堀坂がちょっとねランナーを気にして前に突っ込めず、これをセーフにしてしまいランナーが生還、1点差を広げられてしまいます。さらにピンチは続きます。ツーアウトフルカウント、このボールがフォアボール、惜しいんですけどね。さあツーアウト満塁、さあ高めに浮いた変化球でしたが、これはセンター健太の守備範囲、ツーアウト満塁、なんとかしのぎます。さあ時間的にも結構迫ってきてます。この回8番文平から、さあ先頭フォアボールで出塁します。そして僕の打席へ、さあそしておそらく文平走るなと思ったので初球は見逃そうと思ってます。さあこれもね運よくボールになってくれ、さらに文平もセーフ。この時ですね、やっぱボールが速いなって僕感じたので、いつもあんまり思わないんですけど、ちょっと上からの意識で打とうかなと思って打席に入ってます。さあ2球目、まあ、いつもだったらセカンドゴロとか狙っちゃうんですけど、この時はねあんま思わなかったんですよね。さあこのボール、こういう打球がね多いんですけど、これ多分公式の時だったら前に飛んでるような打球なんで、こういうのは OK にしてます僕は。さあ上からの意識が功を奏したのか、ここで高めの速球にも真後ろのねファウルになって、ここでねちょっと僕の中で年に何回かあるようなねスイッチが入る感じがしたんですよね。結構なんか頭の中もなんていうんですか、ゾーンに入るというか、ボールもよく見えてたので、これ打てるんじゃないかなってすごい珍しく自信が湧いてきました。そして2ボール2ストライクのこのカウント、さあ少し浮いたストレート、これを叩いてセンター前へ、文平のスタートもかなりよく、このセンター前でランナーが帰ってきます。反撃のタイムリーヒット、いやー、いつも打ててないんですけど、ここで打ててめちゃめちゃ嬉しかったです。さらに1番の健太、詰まりながらレフトに運ぶ連打でランナー1、2塁。さあ相手チームもたまらずマウンドに集まります。ラッキーストライク、本当こういうね、なんかつながり出すと止まらない時あるんですね。さあそして2番のヒロ、今日は2三振してます。この場面初球から振っていく。送りバントのサインが出てなかったんですが、自分からバントするもこの変化球遅れず。さあ2ストライク。ここは何としてもランナーを進めたいが、この高めのボールで三振。本人さぞショックでしょう。マジごめんって言ってましたね。さあ3番堀坂、このランナーは返したい。さあ初球スライダー、さらに追い込まれながらもこのちょこんと当てた打球レフト前に落ちる。そしてランナーコーチャーがガンガンに手を回してたんで僕は突っ込みます。そしてこれがホームに帰ってきて一気に同点。さらにランナーも一・三塁に進みます。さあ同点です。これはめちゃめちゃいい攻撃じゃないでしょうか。4番大輝、このランナーを返してくれ。初球変化球振っていきます。さあその後追い込まれて、さあこの変化球振っていきます。これセーフになるかなと思ったんですけど、ピッチャーのスローイングというかこのスクイズみたいな打球ですね、めちゃめちゃうまかった。高校球児かっていうぐらいうまかったですね。さあここは相手の守備に阻まれました。5番とも、この打球はフラフラとショートに上がり、これをキャッチですが、この回ね追いつきました。なんとか追いつきました。ここから逆転していきたい。そのために大事な5回の裏ですが、先頭にフォアボール。さあ向こうチームもね時間が迫ってきてるので、ここは送るのかと思ったんですが、ここでヒットエンドラン。ただしこれを空振り、ランナーは進みます。さあワンアウトランナー2塁。この冒頭でランナーが一気に三塁に進みます。さあもうヒットではなくエラーでも1点入ってしまう。さあこのフラフラと上がった打球、ショートがキャッチ、そしてランナーがなぜか飛び出して、それをそのままサードに送球でゲッツー。これはめちゃめちゃラッキーでしたね。ということで6回の表、時間的に最終回、この回点を入れないと最悪勝ちはなくなってしまいます。先頭勇気、いい当たりでしたがショートが三遊間を詰めてましたね。これをファーストに送って、ファーストもナイスキャッチ、ワンアウト。さあ一発もある高谷、ここは狙ってくるでしょう。だがこの低めのボール振って三振。8番文平も一発があります。だがここを打ち上げてしまう。セカンドがキャッチということでラッキーストライク、勝ちはなくなってしまいますがね、リーグ戦なんでまだ引き分けも大事ですよ。さあ引き分けに持ち込みたい。6回の裏先頭バッター、いやーこのバッターいいバッターなんですよね。さあセンターに運ばれる。俊足健太回り込んで中継プレーもねちょっと乱れるんですけど、ランナーは一塁ストップ。さあ大事なランナーどうなるでしょうか。さあ続くバッター、また高めのデジャブのような打球ですね、これは。さあセカンドキャッチ、ワンアウト。さあワンアウトランナー一塁。ここでランナースタート。これがアウトにならない。急造のね友のキャッチャー、なんか送球が合わなかったんですよね。今日はちょっとゴロ送球になっちゃってますね。さあワンアウトランナー2塁、ワンヒットも防ぎたいこの状況。ここでライトへ運ばれる。この打球が決勝点ということでラッキーストライク、3対4で敗戦となってしまいました。対戦ありがとうございました。試合はね負けちゃったんですけど、いつもだったらズルズルね行くような場面でも結構踏ん張れたりして、いい試合ができたんじゃないかなと思います。大会をねまたありますので、その時は動画にしたいと思います。この動画良かったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それではまた次回の動画で会いましょう。バイバーイ。